ギブソン EDS-1275 は1958年により、ギブソンから発売された6弦と12弦のダブルネックタイプのエレクトリックギターである。ジミー・ページ元々は1958年頃からごく、少数が特注で製作された、同社のフルアコースティックタイプのエレクトリックギター、ES-175 のダブルネックカスタムモデル。 BDS-1275、e、をルーツとする。これは世界初の12弦レックを持ったエレクトリックギターでもある。その後、1961年にギブソン・レスポールが SG へとモデルチェンジしたことを受け、翌1962年より現在まで続く SG に似たボディデザイン処理に変更され、マホガニー材のソリッドボディギターとして受注生産されることになる。 ES-175 と同じ、平行四辺形のインレイがついたローズウッド指板、20フレットの仕様になっている。SG とは、ボディの形状バランスやネックとの接続位置、ピックアップの位置、そもそもの出羊など、似て、非なるギターであるが、現在のギブソンのサイトでは、SG の並びに分類されている。12弦ギターには、美しいコード音を出すことができるが、 ソロプレイには向かないためステージで使用しづらいという弱点があったが EDS-1275 は一つのギターに12弦と6弦のネックを一緒にくっつけてしまうことによってこれを解決した変形ギターである。またスイッチ操作一つで6弦と12弦を切り替えられ6弦、12弦でチューニングを変えることで多彩なサウンドを得るといった使用法も可能。 ソリッドボディの EDS-1275 には2種類のボディ仕様があり、ボディのカッタウェイ部分がドンフェルダーが使用したモデルは切りっぱなしのシンプルな構成であるのに対し、ジミー・ページやジョン・マクラフリンが使用しているタイプは、ボディウアツラとカッタウェイ断面のエッジが約 5mm 程度の深さで SG のようにベベルドコンター処理されている。 このエッジ処理によって、幾分ハイポジションでの演奏性が高いと言える。12弦側のヘッドに関しては、ペグの配置間隔が違うことにより長いタイプと短いタイプのものが存在する。ジミー・ページやジョン・マクラフリンが使用しているのが長いタイプで、ドン・フェルダーのモデルが短いタイプにあたり、また、長いタイプの中でもナットからペグまでの距離が6弦、側ヘッドと同じものと6弦。 ガヘッドより短いものがあり、設計はばらついている。4弦ベースと6弦ギターネックのモデルは EBS-1250 と呼ばれていた。ファズトーンが内蔵されており、1962年から1968年、1977年から1978年にかけて生産された。 8弦4コースマンドリンと6弦ギターネックの EMS-1235 カントリーミュージック等で使用される6弦オクターブギターと6弦ギターの EMS-1235 も少量存在した EDS-1275EBS-1250EMS-1235 はそれぞれホローボディデザインとソリッドボディデザインの時代があり EMS-1235 は、カッタレウェイの形状が丸い処理のスーパー400に、似たような全く違うものも含め、同じ品番を名乗っているので注意が必要である。ジョン・マクラフリン E1973、スティーブ・ミラー C1977 当時、ギブソン・レス・ポールを主に使用していた、ドンフェルダーは、ホテル・カリフォルニアの ライブパフォーマンスで白い EDS-1275 を使用した。12弦のネックの7フレットにカポタストをつけ、イントロや詩の演奏に使用される。フェルダーはコーラスとジョー・ウォルシとのエンディングギターデュエットでは6弦ネックに切り替えた。6弦をメインのアンプ、12弦をレスリースピーカーにつないで出力するためにリアピックアップ用のトーンコントロールポット箇所が 出力ジャックに交換された仕様になっている。ペグはクルーソンのメタルノブ。キブソンカスタムはドンフェルダーホテルカリフォルニア EDS-1275 リミテッドエディションを2010年に発売した。ありがとうございます。